傷を癒したまえ。行きましょう。傷を癒したまえ。私の出番だな。せい！よ！さあ、はい。頑張ります。調べさせてもらいます。かかってこい。どしゃぶりよ！傷を癒したまえ。狙い撃つ。それでは。行きましょう。傷を癒したの。行くよ。どう動く？さあ、どうだ。本気を出そうか。赤学をアルファイオン。かかってこい。さあ、どうする？これを頑張ります。では、行きます。やばさて、探らせてもらう。いくよ。頑張ります。傷を癒したまえ。それでは。あやっ使わせてもらう。狙い撃つ。ともなる三日月よ。かかってこい。よ。さて、
どうしようか。傷を癒したまえ。負けません。火炎よ、焼き尽くせ。私の番。君が来る。さて、どうしようか。火炎よ、焼き尽くせ。それでは。傷を癒したまえ。行きましょう。火炎よ、焼き尽くせ。これは。さて、どうしようか。炎、燃え。どう動く？使え。これは。それでは。では行きます。赤学王アレファよ。さて、どうしよう。本気を出す。火炎よ、焼き尽くせ。どう動く？なかなか考えがいがある。傷を癒したまえ。なかなか考えがいがある。さて、探らせてもらう。どう動く？それでは。どう動く？使え。ここまでか。頑張ります。行きましょう。覚悟してください。雷鳴よ、長く響け。私の番。これは。どう動く？
私の出番なんだ。使え。頑張ります。雷鳴よ、とどまって響け。かかってくる。よっ、うっけ、すまない。さて、どうしようか。これでどうする。頑張ります。これを。頑張ります。傷を癒したまえ。さあ、どうする。どう動く。やっ。さて、どうしようか。私の出番だな。さあ、どうする。さあ、私の出番だな。十文字切り。なかなか考えがいがある。傷を癒したまえ。負けません。雷鳴よ、とどまって響け。狙い撃つ。使え。じゃあ、傷を癒したまえ。それでは。雷鳴よ、とどまって響け。それでは。雷鳴よ、とどまって響け。私の出番だな。よっ、いくよ。これを。すまない。なかなか考えがいがある。これでどうする。さあ、どうする。狙い撃つ。よっ。それでは。なかなか考えがいがある。
これでどうだ。行きましょう。助けてください。雷鳴よ、とどろく響け。かかってこい。なかなか考えがいがある。傷を癒したのです。私の出番だ。傷を癒したのです。かかってこい。それでは。私の出番だ。狙い撃つ。使え。頑張ります。どうしようか。本気を解明よ。驚き響け。私の番。これを。いた。どう動く？さあ、どうする？なかなか考えがいがある。雷鳴よ、驚き響け。負けません。炎よ、燃えろ。私の出番だ。かかってこい。さて、どうしようか。雷鳴よ、驚き響け。行きましょう。はっ。聖火の加護に感謝します。
なるほど。ほうほう。なるほど。さて、違うよ。違うよ。ああ、そして、ああ。いや、さて、先生、ここだ。古代の書物を訳すんだ。これでもまだ足りない。半分くらいかな。これで半分ですか？いや、実に面白い。とある地方のおとぎ話に門に関するものがあってね。もしかしたらこのおとぎ話の門も壁画と同じかもしれないので。それで民族学の本まで。そう、多角的に物事を眺める学術における基礎の基礎だよ。おっと、いけない。君が呼びに来たということはもう授業の時間かな。はい先生、遅刻ですよ。
申し訳ありません、メアリー殿下。さて、それでは生徒の諸君、今日の授業を始めるとしよう。輝ける知識の著者であり学者、スサンナ・グロトフの記した一節に、知るという行いに終わりはない。人は生きている限り毎日が学びの場だ。知り、知るし、そして語る、その連綿としたつながりこそが人の歴史である、営みだ。決して一人で世界を完結しない。知識もそうであるよ。だからこそ私は知るし語るのだ。己の知識が誰かの糧となり、より良き未来を築く助けになるよ。これを読む君の、私の知識と経験が君の未来の良き礎となることを強く望む。